20世紀最高のクラブに数々のタイトルを獲得し FIFA も認定、うん、はい、私もこのね部屋に行ったんですよ。今映っているトロフィーのルームなんですけど、すごいですよね。いやもう半端じゃないですね。これは本当に銀河系軍団といっても本当にキラキラしてる星は、まあ、選手でもそうですけど、いいな、行きたいです、ね、私もいつか、はい、行ってください。はい、眩しいですまず20世紀の100年間で欧州王者を8回、リーガを27回、国王派を17回など数々のタイトルを獲得して FIFA から20世紀最高のクラブと認定されました。やっぱりヨーロッパの方々にとってはもう特別なクラブっていう存在なんですかね。そうですね、私は子供時代の応援してたパリサンジェルマンのチームが、はい、93年に初めてレアルと試合をして、うん、まあ、私はティーネイジャーだったんですが、レアルは歴史の本にすごいクラブっていうイメージだったけど、実際このクラブ対戦するとどうなんだろうって思って、ベルナベウでファーストレッグを迎えて、うん、まずなんかスタジアムの大きさとかファンたちの目とか、だからパリ・サンジェルマンアウェーで 3-1 で負けたんですけど、うん、あの時パリの方が全然上だったんですけど、なんか文化に負けたというか歴史に負けたっていうか、もう選手たちはもう緊張しちゃって何にも出せなかった、うん、ただまあ運良くはリターンは 4-1 でレアルを破って、うん、進んだんですけど、うん、やっぱりすごい、すごい存在感ですね。うん、それでは続いてはこちらです。年間予算は J1 全クラブ以上、世界をときめく銀河系軍団、すごい、大事なかったです、はい、マドリーは世界最大規模の年間予算を誇り、その額はおよそ6億3000万ユーロ、日本円で約762億円以上と言われてた。桁違いですね、本当に、ね、2015年度の J1 では全クラブを合計しても591億6200万円でして、18チームの年間予算を足してもまだ及ばないっていうね。えということですごいすごいっていうか、小島さん、レアルがJリーグ変えますね。いや変えますよ、だからそう言ってしまえば本当にそうだった。 R リーグになるねでみんなが白いユニフォームでレアル1、レアル2、レアル3、今スターウォーズの時期だからなんかストームトゥルーパーみたいですよみんなが。かっこいいですけどちょっとそれやられると困っちゃいます ね、 こっちから。レアル東京、レアル大阪、レアル名古屋レアル神戸、レアル神戸すごい、はい、いいねすごいですね。まあでもそれだけの規模なので、昔も今も言わずと知れたスター軍団と言われていまして、特にベッカム、ロナウド、ジダン、フィーゴらが集結した2000年代の前半にはロス・ガラクティコス銀河系軍団と称されました、はい。まあ、とにかく大金を積んでスター選手を獲得するというクラブということで、世界中から注目を集めています。ちょうどダバディさんが日本代表のスタッフさんだった2002年頃の話なんですけど、はい、この頃はどんな、実は日本代表はその1年前2001年にすでに銀河系軍団が結成されてたの時に、はい、マドリードでレアルと試合したんですよ、親善試合、ワールドカップの準備で。あの時はうわ銀河系軍団対戦するってすごいワクワクドキドキだったんですが、結局一人も出してくれず、レアルの C 軍とか B 軍どころか C 軍と戦ったんですけど、まあでもあの時のチーム、僕はね結構グティが一番好きだったんですよ、一番あの金髪のねスペイン代表の彼がこの中ですごいなって、もう一人一人はオーラありましたね。若いカシージャスもそうだし、なんかもう誰が主役って言えないですよね。みんながみんなすごい、代表でも多分そんなチームないだろうみたいな、ブラジル代表かレアルマドリードだったんですね。そうなんですね、はい、では続いてのトピックはこちらです。お家芸となった大なた人事、ペレス体制では計13年で9人の監督を解任、これは本当に特徴的ですね、はい、はい、この今笑顔ですけど目が笑ってないですすでに目が笑ってないですよ、はいはい、そうですね、はい、銀河系軍団を作り上げたフロレンティーノ・ペレス会長は監督への要求がとにかく厳しいことで有名でして、計13年で9人の監督を解任しているそうなんですよね。
ただですね、記事の中では20世紀最高のクラブであるマドリーの監督は名誉ある役職とされているため就任を望む人物は少なくないと書かれているように、やはりマドリーの監督は特別な仕事とされているんですね。ダバリーさんはもしもマドリーから監督のオファーがあったら受けますか？うちはね、ウィニングイレブンで受けたことがあります で、はい、でそれで迷ったんですけど最終的に僕はビッグチームっていうよりもそのなんか一人一人の選手の才能をパズルみたいにこう組み合わせるのが好きだから、うん、あの時はアトレティコに行ったんですね、私は。はい。でも、ウィニングイレブンで。その時、でも後悔はしてないですね。やっぱりたまに、友達と対戦してた彼らがもうどこ見ても強くて、うん、もうね、数字で100点でみんなも98ぐらいになる、うんうんうん、そういうスピードもあって、シュート力もあって。でも私の選手は、100点満点で43とか52とか、うん、本当にもうほとんど進まない、うん、けどそういう逆にジャイアントキリングが楽しかったから、うん、でももちろんさっき言われたようにキャリアとしてね行けば、うん、全然もう一生は大丈夫っていうね、うん、だからその 履歴を作るとしたらね、うん、行くかもしれないけど、はい、今日はだから反省してこの紫メレンゲっていうレアルマドリードのカラーで来ました。なので今フリーですペレスカ一応フリーです。待ってます、はい、ウィニングイレブンでもオファー受けます、はい、待ってます、はい、ウィニングイレブンで、はい、はい。そして最後のトピックはこちらです。中村俊輔も銀河系の1位になるはずだった噂の真相は、それは小島さん作ったんじゃないんですか？いや生まれてないですよね。生まれてないんですけどこちらはですね編集部からの質問なんですが、はい、日韓ワールドカップが開催された2002年当時中村俊輔選手にレアルマドリーからオファーが届いていてワールドカップメンバーの招集が移籍の条件だったんですがトルシエ監督によって選外となったので、はい、破談になったっていう話なんですけど、いや初耳、本当に本当に本当に初耳で逆に虚しい今なんかもうそのもちろん中村選手が選ばれなかったことによってまああの時はね、うん、まさに地獄だったと思うし大変だった、はい、それについてまあこの前も、うん、ここでF ちゃん TV で話したんですけどすごく反省というか、まあ、私が選んでるわけじゃないけどでもすごく残念だなと思うんだけど、うん、今なおさらこれを聞くと、中村がレアルでもあの時は行ってたら本当にガラクティコスの真っ最中で行くっていうこと多分それこそジダンの息子とやってたぐらいだと思うよ。もうスターメンはもうなかなか無理だったからその宇佐美がミュンヘンに移籍したような多分ことになってたから あれいいかどうかわからない。もちろん私たちサッカーファンとしておーってすごいね、多分1ヶ月間ずっとスポーツ紙一面飾ってたんだろうけどあれわからない。そうです、ね、ちょっとでも中村俊輔に聞きましょうか。いやまさかちょっと待ってください。なんだえ中村本当に言ってますか？ちょっと待ってくださいね。嘘ですよね。ローマ字で書いたら出てこないから漢字でジョークあ、出ない。びっくりしました。ちょっと今今度聞きます。ぜひぜひ今度リポートします。ぜひそれでまたここに来ていただいて、はい、結果をぜひ、まあ、そもそもここ地下1階だから電波ないんですよ。電話できるわけじゃない。そこ Wi-Fi 必須なんで、はい、はい、では話を戻しますね、はい